成しております。テレビ会議の、で喋るらせていただくのが決まった時にはまだコンピューターじゃなくて、JLB のオープン SSL の、開発をやってたんですけど、その後、今JLB のコミッターになって、今日は一応 CLB と JLB のコミッターの兼任っていうのが多分今、私一人しかいないので、そういうその CLB と JLB と架け橋になれるような内容を喋りたいと思います。本当はオープン SSL のセキュリティ方面が専門なんですけど、今日は JLB の、今までずっと応用の話がありましたから、JLB の中身の方の話で、JLB ハッキングガイドという内容でお話しさせていただきます。今日話すのが5点あって、オブジェクト と、構文解析、シンタクスアナリシスですね。あと、評価器、あと、コンパイラーと、あとインテグレーション。で、インテグレーションは今日、春田さんから話がありましたので、ここ多分飛ばすと思います。ちょっとこんなに喋れるとは思わないので。で、ちなみにRuby ハッキングガイドっていうのが2002年に、青木さんが書いた CLB に関するハッキングガイドとしてあって、一応タイトルはその、パクリなんですけれども、この小構成もオブジェクトがあって、構文解析があって、評価器があって、評価器の周辺という話 で、CLB にはコンパイラないんですけど、JLB にはあるので、その辺についてちょっとお話しさせていただきます。で、流れはソースコード、JLB の、ソースディレクトリの中にいっぱいあるんですけど、それをいくつかごとにまとめたので、それについてやっていきます。もしJLB でハマってソースコード見たいという時なんかでも場合によっては結構手出しやすいところもありますので、そのどこ見ればいいかっていうのを分かるようにしておきます。まずオブジェクトで、JLB のオブジェクトはまず Ruby のコアオブジェクトっていうのがあって、orgjlb っていうパッケージの下に入っています。で、このソースコードでRuby のオブジェクトを実装してるんですけども、Ruby オブジェクトはもう Java のオブジェクト。そして実装されているので、例えば Ruby にあるベーシックオブジェクトとか、ストリングとか、フィックスナムとか全部一つ一つに対応する JLB の、クラスがあります。で、例えば最初はストリングなんですけど、ストリングに関しては Ruby ストリング。で、エンコーディングも Ruby エンコーディングっていうのがあって、で、中何やってるかっていうと、もう、バイトバッファー、そしてバイトリストがあって、すいません。それを中で、一生懸命バイト操作をやっています。だからやってることは CLB と、同じです。特に Java のストリングを使ってそれが速くなったりとか楽になったりとかいうのはなくて、 C を Java にポートしていくというような状態です。エンコーディングも同様。ただし UTF-8 に関しては速度が落ちないように特殊というか Java のストリングのメソッドを使っているので若干速いという違いはあります。で、例えばあとは、FixNum と Float ですけれども、まあ、基本的にはボクシングです。Java のプリミティブタイプをオブジェクトでラップして、そういうオブジェクトがあるので、そこにメソッド追加したりなんたりっていうのも、全部そっちで制御しています。で、あと IO ですね。で、IO に関しては、難しくて、ちょっとこの裏で、田中明さんが CLB の、IO についてまたなんかちょっと喋ってたはずなんですけれども、なかなか、CLB でも、特に Windows 等では苦労しているところなんですが、ソースコード的にはチャンネルストリームっていうのがあって、それがもう C レベルでいうところのスタンダード IO のファイルを実装している。で、その下のチャンネルディスクリプターっていうのが FD ですね。3つの FD。で、これが Java にある NIO のチャンネルとかファイルディスクリプターとかっていうのを、まとめていて、管理しています。で、IO とかっていうのはリオープンができるので、リファレンスカウンターを持って複数のところから FD が参照されていたら全部解放されたら解放するというような処理をしている。でエクステンションなんですけど、これはエクソの下にあるんですが、基本的に何がエクステンションかっていう と、Ruby の、オブジェクトを、C 側では C で実装した、コアのオブジェクトのことをエクストって言ってるんです、エクステンションって言ってるんですけど、 Java でもこれを Java で実装したものというのがエクステンションになります。で、例としてはこのダイジェストとか Zlib とかですね。で、ガベージコレクションどうしてるかっていうと、 Ruby のオブジェクトみんな Java のオブジェクトなので、というわけで、ガベージコレクションに関しては何も問題がなくて、もう JVM にやらせればいいんですけど、実はそんなに簡単でもなくて、ファイナライザーどうしましょうとか、さっき言ったように FD はリファレンスカウントやってますから、というわけでJLB で何かリークしましたっていうと、メモリリークよりはこいつのリークが大変なのと思います。で、これちょっとよく気をつけてください。後で時間あったら FD のデモもしたいとは思います。
あとパームジェンっていうのは、Ruby がダイナミックにクラス作って、Java にそれを追従するためにメタクラスっていうのを作って読み込むので、結構ここ使うんですね、JLB では、パームジェンの領域を。なので、そこに関して結構リークしたりとか、残ったりとかするので、これも後で時間があればデモしますが、ここもちょっと気をつけて。この辺はちょっとガベージコレクション Java に任せてるとは言っても気をつけたいと思います。で、次、構文解析機ですけど、とてもじゃないと時間ないですね、これ。で、スキャナーとパーザーは、C から、ポートしたスキャナーとパーザーで、基本的にやってることは、同じですが、この何を作るかというと、まず AST という、構文の木を作ります。で、Ruby のソースコードからこれを非構造にすると。で、ちなみに JLB と Ruby の 1.9 ではこんな風にすると構文機が見られるので、自分で確認するといいかもしれません。で、Ruby のオブジェクトがありましたと。で、Ruby のソースコード渡されたら構文機ができます。で、それをどうするかというと評価機が出てきます。評価機で何かやるかというと VM がまずあって、エントリーポイントは orgjlb メインというのがあります。後でちょっとこれもお見せします。これはちょっとデモします。で、基本的にはさっき作った機構造をインタープリターが上からたどりながら実行しているという形になります。で、実行のコンテキストっていうのがインターナルっていうところとランタイムの中に入っていて、ランタイムインフォメーションとして何をやってるかっていうと、例えばデフノードまで行ったらメソッドを新たに作らなきゃいけませんから、そのメソッドオブジェクトを作ったり、あとは、メソッドを呼ぶときにはそのコールサイトっていうその呼ぶときの情報を集めておくためのオブジェクト、あるいはスコープの管理とかをやってます。で、スレッドですね。で、JLB でスレッドどういう管理をしているかっていうのの説明なんですけれども、JLB の VM の中ではスレッドとして、基本的に JLB の VM もすでに MVM にはなってるんですけれども、VM が一つあったら、そこに、スレッドサービスっていうのが、なんかスレッドサービスとかおかしなこと書いてますね。すみません。スレッドサービスです。で、スレッドサービスがあって、スレッドコンテキストっていうのが、それが複数あります。で、実際に動いているのは Java のスレッド、当たり前ですね、ネイティブスレッドで動いている。で、それが Ruby のスレッドと1対1対応でなっていて、その Java のスレッドの、呼び出しの状況を管理して、VM がこれ、すみません、まっすぐな線は1対1、ここは1対3ですね、なっている。で、Ruby のオブジェクトっていうのは必ず全て、スレッドコンテキストを参照しながら動くので、どのスレッドに呼ばれているかっていうのがこれで分かるという形になります。で、次がコンパイラで、評価機で作って、インタープリートでモードで動くんですけれども、で 1.4 とか 1.5 からだとコンパイラが入っていて、でより効率的に動くという状態になっています。で、まず先ほどの AST ですけれども、この AST を Java のバイトコード、直接途中にクラス作ってそれをコンパイルするんじゃなくて、もう直接バイトコードを作ります。木の木を上からたどりながらどういうバイトコードを作ればいいかっていうのが全部作ってあって、すみません。ここですね。このコンパイラーっていうの中に入っているので、そこで作ってます。で、それをアヘッドオブタイム、事前にコンパイルしておくっていうのと、ジャストインタイム、動かしながらコンパイルするっていうモードがあって、それがどこで動くか。で、まずこのソースコードをスキャナーとパーザーで構文解析して、通常はまずインタープリータモードで動きます。で、このインタープリタが、あるとき、JIT コンパイラーっていうのがどんだけ呼び出したらどの部分をコンパイルすればいいかっていうのを見張ってて、それに引っかかった場合にこの AST のコンパイラーが動いて、構文機がバイトコードに落ちる。で、そのバイトコードを直接 JVM が、今まではインタープリタが動かしたんですけど、JVM が動かす。で、ちなみに JVM は JVM で JIT コンパイラー持ってますから、これがネイティブのマシンコードに落ちて、それでより効率的に動くという関係になります。ごめんなさい。で、ソースコードから、JLBC というコマンドを使うと、事前にもうコンパイルすることができて、この場合、構文解析機を作らずに、というか、実行時には作らずにですね、コンパイルするときに構文機作って、その後バイトコードまで直接作っちゃうので、あとはこれで動くということになります。その場合はもう全部あとバイトコードで JVM が動かす。